新型コロナウイルスについて県と奈良市はきょう新たに89人の感染が確認されたと発表しました1日における新規感染者の数が100人を下回るのは先月16日以来です新たに感染が確認されたのは乳幼児を含む80代までの男女合わせて89人です居住地別では奈良市が29人 生駒市が12人ななどとなっています年代別で見ると20代が20人と最も多く次いで40代が19人などとなっています現在の感染者の数は1255人でこのうち入院・入所を待っている人自宅療養中の人は550人ですこのほか現は大和郡山市の住宅型有料老人ホーム ホームホスピス右輪で入所者と職員合わせて6人の感染が確認され感染者集団クラスターが発生したと発表しました県内ですぐに運用できる病床などの使用率は重症対応病床が53%これを含む入院病床全体では64%宿泊療養室は53%となっています